ちらのお守り一つ800円のお納めです。今日もあなたにとって良き日となりますように。あやめちゃんとたまみちゃんとで効果3倍です。そうだ、そういえば私がアイドルになってからうちの神社参拝者の方が増えたみたいなんです。お父さんが言ってました。ファンの人が来てるとかじゃなくて、昔からの知り合いとかご近所の方々が私がアイドルになったことを知って、応援の意味も込めて参拝に来てくださってるみたいなんです。私それを聞いてとっても嬉しかったんです。ドジ神様に愛されてお父さんやお母さんに心配かけてきたけど、二人とも本当に喜んでくれてて、今回うちの神社であやめちゃんとたまみちゃんと一緒にお手伝いをしたり、プロデューサーさんのことをお父さんから聞いたりして改めて思いました。たとえそばにいなくても、いつも見守ってくれてる人がいて、その思いのおかげで私は頑張れる。小さな思いの積み重ねが大切なんだって。思いがやがて縁となり絆となって結ばれるように、プロデューサーさんの思いが私に届いているように、私の思いも伝わっていくって信じてますから。